組織ってやっぱりもうコミュニケーションで決まると思うんですよね、うん、今一人一人がいかに効率的に働くかっていうのを追求することによって、それをねコミュニケーションでみんなで統合していく、束ねていくっていうのがおろそかになってきてるんで、働き方改革によって組織がものすごく弱くなりましたっていう相談めちゃくちゃ多いですよ、言わなくても分かってもらえる土台を作ってたようなコミュニケーション、ただなんとなく人となりが分かるから、あの人こういう人だからこうしとこうよってことを分かる、その土台作りのためにすごいコミュニケーションに時間をかけてたっていうのが今までの企業に多い、うん、ただそのやり方は圧倒的に多分変わると思います。組織ってやっぱりもうコミュニケーションで決まると思うんですよね、価値観を共有するとか一人一人に対応するとか全部コミュニケーションの話なんで、ツールによって進化する可能性っていうのは僕は結構あるんじゃないかと思ってますね。今回お二人にぜひ使っていただきたいツールがあります、ね、やっときた、お、やってきた、はい、おーすげー、僕がだと疎外感を結構感じにくいというか、なるほどね、会っていなくても西口と同じ空間で一緒にコミュニケーションしてるような感覚が、本当だ、まあ、こういった例えば車とかをモデルとかをみんなで見ながらあのこう話をしたりとか、まあ、こういった形であの資料とか動画とかを大画面にすごいよ、本当に話をしたりとか、まあ、何かこうプレゼンをしたりとか、すごすぎる、うん、これで会議やりたい、やりたいやりたい、多分これ動画だとおっさん2人が抱えるっていう対面が一番いいんだけどっていうとこからこう対応っていうじゃないもんね、これはこれで新しい価値だよね。オフィスにお金をかけるのがもったいねえなって思いました。この空間に勝てないもん。